はい、今日の動画はですね、インスタにはね上げたと思うんですけど、こちらね麺屋大浦でテイクアウトを始めましたっていうねことなんで、ちょっと動画にして、あとで作り方とかもねちょっと動画にしたいと思いますんで、よろしくお願いします。こんな感じですね。ここ油そばって書いてますけど、あの全品できます。まあ、ランチはね平常通り営業してるんですけど、夜はちょっと休みにしてたんで、5時から7時まであのテイクアウト営業させていただきます。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー、ラーメンのお持ち帰りかがですか。いらっしゃいませー。あ、どうもいらっしゃいませ。これテイクアウトって何が入ってる？出来上がり？出来上がりじゃないんですよね。あの生麺で、あの湯煎して温めてスープでこう出来上がりっていう、そういう感じです。はい、お家でちょっと作っていただく感じです。はい。じゃあ油そば4つで。あ、4つで。はい、あ、ありがとうございます。売れました。油そば4つです。油そば4つお願いします。お待たせしました。はい、どうぞ。あ、これテイクアウト毎日やってる。あ、毎日やってます。はい。またお願いします。夜はこの時間ですか。あ、そうですね。はい。午前7時で。お昼食べてる時も。はい、そういう時もやってます。はい。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、作ってみます。はい。ありがとうございます。はい、ごきげんよう。さあ、行くぞ。はい、それでは、油そばのね作り方っていうことでやっていきたいと思います。まずですね、テイクアウトの中身がこの生麺ですねと、こちら特製だれですよね、油そばのタレで、作り方の紙が入ってるんで、この手順通りにやっていきたいと思います。で、丸1、特製ダレを、油が溶ける程度袋のまま湯煎し温めます。で、このこちらですよね。で、これを湯煎して温めてもらう。これちょっと鍋2つ用意したんで、これご覧ください。まあ、これぐらいの鍋なんですけど、こう入れておきます。で、これあったければ、あったかければあったかいほどいいですけど、そんなにもう油が溶ける程度でも大丈夫です。で、まあ、同時にこっちの麺を茹でる水もちょっと張ってください。で、この鍋は大きければ大きいほどいいんですけど、これ18センチの鍋ですかね。これぐらいでもできるっちゃできます。大きければ大きいほどいいですけど、一食だったらこれぐらいでできます。吹きこぼれにね、ちょっと注意しながらっていう感じになります。お湯が沸騰したんで、こちら麺を入れていきたいと思います。で、こうやっぱね、お湯が少ないんですぐね冷めちゃうんで、でですね、実際ね、あの大浦では4分45秒で茹でてます。で、なんですけど、まあ、こうやって1回お湯が冷めちゃうんで、まあ、5分ぐらいにしてもいいかなと思いますね。で、まあ、5分を目安になって、固めが好きな人は、まあ、4分45秒でもいいですし、沸いてくるとですね、こうもう溢れるんですよね。もうね、この辺はね、かなり弱火にして、これぐらいですかね。そうすると上、グツグツ感が、もうこれで十分沸騰状態なんで、これでいけます。はい。で、こうしてる間にですね、あの、具材なんですけど、これ、タレと麺しかないんで、用意してもらいたいんですけど、お裏でやってる盛り付けが、まあ、こんな感じなんですよね。で、ネギをみじんにするのがめんどくさかったりとか、で、海苔刻みってあんまり家庭にないかもしれないんで、別にその辺はね、あの普通の輪切りのネギでもいいですし、海苔も四角い海苔とかで大丈夫なんで、今日はちょっとその家庭でいける感じのやり方で作ってみたいと思います。もうこれ油がもうほぼほぼ溶けてるんで、もうこれで十分です。で、こちら、今からね器に入れていきたいと思います。5、4、3、2、
1。さあ、出来上がりました。で、これをですねザルでちょっと、こんな感じですね。でこれね、パン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 振らないでじっくりこう湯切り待ちます。でポタポタしてきたら、で冷める前に素早く、でこっからポイントなんですけど、こうすぐ和えてください。このね、盛り付けてから和えたりするともう下の方ばっかりがタレいっちゃうんで、全体になじませたいので、こうこれで十分です。で先にこう混ぜてから盛り付けしていきます。でまず、鰹節ですね。でネギはあのこの和ネギで大丈夫。でメンマでチャーシューですね。あ、ちょっとネギ入れればよかったかな、いつもとちょっと違うんで、刻みのりじゃないんで。でまあ海苔、こんな感じ。どうですか、いい感じなんですか。完成です。いただいてみたいと思います。よく混ぜた方がね。いや久しぶり食べんの。いいね。いやうまそう。もう匂いがやばい。 OK、 こんな感じでしょう。いや、いただきます。皆さんもぜひご家庭で小倉の油そばいかがでしょうか。はい、そんな感じですね。悪あがきはしたくなかったんですけど、まあ仕方ないですよね。何もしてないとね、あれなんで。頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の動画は以上です。また次の動画で会いましょう。お待たせしました。はい、はい、どうぞ。はい、なんかいや2000円。いやいや、はい、そんなやり取りいいから。はい、どうぞどうぞ。いつ毎日やってるんですか。あ、これテイクアウト毎日やってるんですか。あ、毎日やってます。はい、またお願いします。夜はこの時間とか。あ、そうですね、はい、5時7時で。お昼食べてる時も。あ、そういう時もやってます。はい。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、作ってみます。はい。ありがとうございます。はい、ごきげんよう。ぐたぐたなんだよ。